自分の人生の中で大きな転機になったのが鈴宮春日の憂鬱という作品で、長門由紀というキャラクターを演じさせてもらったことが自分にとってとても大きな出来事なんですけれども、声優千原みのりっていう人間がいることを日本のアニメファンのみんなだったり、日本だけではなく世界中のあのアニメファンの方々に知ってもらえたっていうのがとても大きくて、後の自分の声優人生にプラスになったこと、音楽人生にプラスになったことがもう数えきれないぐらいあって、私にとっては本当にたくさんチャンスをいただいた作品で、もうかけがえのない作品ですね。自分が歌手を目指すきっかけになったのっていうのは、やっぱりアニメソングから歌を好きになったっていうのがあるんですよね。なのでやっぱり自分が歌い手になりたいと思った自分のルーツでもアニソンがあるな、アニソン自体がそうだなって思っていますね。100年後もずっとこうアニメを作り続けていてほしいなと思いますし、逆に100年後の日本のアニメーションがどうなってるのかっていうのがものすごく気になりますね。日本のアニメで世界中のみんながつながってハッピーになれる、笑顔になれるっていう、そういう未来が一年一年ずっとこの先も続いていくといいなと思ってます。